お疲れ様です。即価事業の久保です。今回はですね、FX、そして FX オリガルヒのことについてお話ししようかと思います。まあ、ちょうど、舞姫大学の奈美さんの方からですね、FX オリガルヒの進捗状況、個人的な進捗状況を教えていただきましたが、まさに私のね、FX オリガルヒの持ち味はここなんですよ。やっぱりね、40代、50代ともなってくると、突発的ないろんな事情によってですね、取り組んでいたことを中断せざるを得ないってことがよく起きてきます。 ね、例えばね、ご家族の介護の問題ですとか、ご自身の結婚観ですとかね、それから暮らしの中でどうしても今力を入れて立て直さないといけないようなことっていうのが次から次へと起きてくるんですよ。でもその中で60代とか70代に対しての資産構築もしていかないといけないでしょ。いや、やっぱりね、老後の <laughs> 蓄えとか備えってむちゃくちゃ大事で、それができる最後のチャンスは50代なんですよ。 50代で60代70代の準備をし損なうと相当悲惨な老後が待ってます。私は日々ですね、60代70代、そして80代の方の暮らしや、それを支えるお子様、周りの方、ご家族のいろんな苦労をね、受け取って、やっぱり問題解決していく中でですね、いろんな相談を受けている中で、50代にやっとかなければ、本当にやばい60、70が待ってるなってことなんですよ。 で今ね60代70代ってことは高度経済成長そしてバブル期を経験されたどちらかというと豊かになるチャンスを持っていた方ですよで私の世代私は50歳ですけども私の世代っていうのはそういうのが全くないロスジェネ世代ですだから今60代70代を過ごされている方よりも今50代の方の方の方がむちゃくちゃ不利なんですよでも不利だからといってね将来のことだけをやってはいけないでしょう 今のこともこなしながら、そして場合によっては、この年齢になるまでに抱えた負債、借金ですとか、もうごたついた人間関係とかね、そういった過去のことも解決しながら、今のこともやって未来の備えっていうね、これはなかなかしんどいと思いますい。その中でね、やっぱりあえて私は申し上げますけども、もうこれからですね、資産構築しようと思うと、いろんなビジネスとか、ネットワークとか、人脈とか、新しいスキルとか、 まあこれを培うよりは1本 FX のセルかバイで乗り切った方がシンプルでとっても簡単で可能性は強いと思うんですよね。まあ、なんせセルかバイだけですからでそういった買うか売るかだけで自分の人生をね買い取っていけると思ったらどうでしょうかねそして FX ってのは24時間365日いつでも営業してると言っても過言ではないくらいいつでもトライできるわけですよ。 しかも集客しなくていい商品がなくていい仕入れしなくていい発送しなくていいそしてセールスをしなくていいわけですよ、ね、ただ問題はですねその50代中心とした世代忙しい中でどうやって FX を攻略していくんだってことですそこで私はね FX オリガルヒの持ち味サポート期間っていうものを10年を目安にしていただこうと思っておりますそして、 昨年始まった FX オリガルヒ。1年は猛烈な更新状況で乗り切ることができました。私としてもね、自分の暮らしが潰れるぐらい FX のサポートをしてるわけじゃないんですよ。いやでもね、やっぱりね、私なりに FX をマスターした、そのレベルになると、やっぱ FX に対する、うん、ご質問に回答する、その、お返信時間っていうのはね、ものすごく早くなりましたね。 まあなぜなら、私が解決してきた問題ばかりが、クエスチョンとして上がるからなんですよ。ですんで、今ね、FX で悩んでらっしゃる方、立ち止まってらっしゃる方、私はほとんどこの問題解決できると思いますよ。1年間それをずっとやってきましたから。そして相場解説は、1日に少ない時で4回、多い時で10回。まあ、つまりは、どんなにスローなペースであっても、4時間に1回は私のね、相場解説を送られてくる。3時間に1回は送られてくる。 プラス、多い時は、1、2時間に1回の更新頻度なんで、ほぼリアルタイムでエントリーして、売る、利益確定、必要な時は損切りっていうのに対応できるわけですよ。あとは、この私の更新ペースについてこれるかどうかなんですけども、全部ついてくる必要はありません。お忙しいのは私よくわかってますんでね。まあ、ですんで、まず力をつけることなんですよ。力をつけるためには、過去の動画でもいいんで、 私の動画を見ること特に FX オリガルヒっていうのはですね週間まとめとかねこれから1週間の展望っていうのをやってますつまり土日に30分ほど時間が取れれば1週間分を見ることもでき学習することができるんですよその上でここは押さえておきたいってものは過去動画に遡っていただくか私の方に個別でご質問していただければ返信がすぐ来るということなんですよね そんな1年間を過ごしてまいりましたんで、FX オリガーヒの満足度は非常に高かったなというふうに感じております。プラスですね、私の FX オリガーヒの中で1年間経って、FX をほとんど経験してこなかった方、そして完全に未経験な方、やってはいたんだけども挫折して、今もう一回やろうとしてるんだけどなって方、こういう方中心に FX オリガーヒは熟成さんが集まっております。めでたいことにですね、順番に FX を攻略していただいております。まず、筆頭の一番43歳の女性。この方はですね、FX オリガルヒの生みの親と言ってもいいぐらいの第1号の熟成さんでございます。えー、なんとですね、令和4年のトータル売上げ2000万を超えて、もうちょっとで3000万というところでしたね。すごいですね。単年ですよ、うん。この方はね、 まあ、エフェクスの指導を私から受けるのは4年目なんで、エフェクスオリアリ日の前からお付き合いいただいてるんですけども、1年目はね、ゼロだったんですよ。全くもってプラスになってなかった。途中でデモに切り替えてしまって、全く金銭的な上下はなかったんですが、しかし1年目で大きな手応えを感じて、2年目、3年目、そして昨年の4年目という風うに進んでくださいました。この方はね、今年は、 また2000万円を割らずに3000万ぐらいのペースに乗っていくんではないかと思いますこの方の43歳の女性の方これ独身の方なんですけどもねあのこれから恋愛や結婚をしてみたいということでねそのために仕事を辞めて FX の資産構築というねまあそういった形に舵を取ったんですけどもむちゃくちゃモチベーション高い方ですねうんいつかね紹介したいなと思うわけなんですけどもそうですねこんな女性でも 出会ってみたいという方は、ぜひご連絡ください <laughs>。お取り次ぎさせていただきます。さあ、そして二人目なんですけども、なんとね、71歳で FX オリガルヒにご参加いただいて、現在72歳になってしまいました。もう一年経ちますんでね。まあ、この方は、FX オリガルヒの前半の6ヶ月で、100万円ぐらいですね。なんか正確には90数万と言ってましたけどね、100万円ぐらいの利益を出すことができたと。最初から自分の その FX のスタイルと FX オリガルヒは、なかなか相性が良かったんじゃないかなっていうふうに言われてましたけども、まあとにかくね、この方は、定年退職後、今緩やかにお仕事をされている中で、基本的には貯金と年金で暮らしてらっしゃる方なんですよ。ですんで、私の講義をね、結構聞くことができた、見ることができた、実践することができたということで、最初からね、いろんなやりとりをものすごく濃くさせていただいて、うん まあ前半の100万円ぐらい作ったかなってところなんですけどもね。で、後半もやっぱり同じぐらい稼げたみたいなんで、この方はね、だいたい1年を通じてまとめてみると、年間200万円ぐらいの FX の、まあ、いわゆる利益、これでまあ緩やかに進んでいくんじゃないかなと思います。で、この方自身もこのくらいがちょうどい,いっ,て言ってましたね。貯金、年金、FX の年間収益200万円前後。ね。 これでかなりバランスが取れた自由な時間、FX の学習、そして利益というふうな配分になったりです。そうなんですよ。FX って言ってもね、どのぐらい利益を出したいか、どのぐらい FX に時間を使えるかってこと、いろんなバランス、皆さんのライフスタイルによって変わりますからね。まあ、ですんで、その辺も FX オリガルィっていうのは、もうマックス FX にどっぷり使いたい方にも対応 OK ですし、いやいや、まあまあ勝てりゃいいんだよと。月に、例えばね、5万、10万勝てればいいんだよって方にも、 対応でできるわけなんですよねあとはそこに、えー、皆さんのねこの動画を見ご覧になっている FX オリガルヒの受講生さんの生活のペースと FX への情熱がそれを可能にさせるかなってことですまあとりあえず私は FX に対してはどこまでも対応できますんでねそしてサポート期間だいたい10年ぐらいやりますよって言ってますけども1年過ぎてもまだ9年ぐらい残ってますからね <laughs> まあですんでねこういった FX で実績を出された方が 次々とこれからね、FX オリガルヒを卒業していくと思います。で、場合によっては1年で卒業する方もいれば、3年、4年かかる方もいると思います。5年かかってもいいと思います。ずっと私はこのペースでやっていきますからね。このペースでやりますが、私のスキルはどんどん上がりますんでね。ですんで、多分、今令和5年のもう5月になろうとしてますけども、これから FX をちょっとやってみようかなーって方にとっては、かなり高いレベルでね、 高いレベルだからといって、高いレベルじゃないとついていけないってことはないですよ。私はね、伝える能力がまたさらに上がったんで、多分 FX 全く未経験の方、FX やってみたけどめちゃくちゃになっちゃった方、うん、私の解説だとすごいわかりやすいと思います。さあ、そして3人目なんですけども、もうちょっとで紹介しようと思いますけども、55歳男性の方ね。この方もめきめきと力を出してきて、これから FX オリガルヒー2年目に取り組むわけですけども、 この方はね、2年目からどんどん利益を出される方ではないかなと思ってます。えーまあ、この方のね、紹介はちょっと後回しにしまして、また別の機会にしようと思いますけれども、まあ、これからね、エフェクスオリガルヒ、2年目を迎えるにあたって、そうですね、うんまあ、多少なりとも、まあ、募集をかけてみようかなと思いますね。大体人数にして、プラス2人ぐらいがちょうどいいかなと思うんですよ。プラス1人か2人ですね。でまああの FX オリガルヒは有料のコミュニティでもありますんで、ちょっとお金がかかるのはちょっとなーっていう方もいらっしゃると思いますから、うん、だから全く人が入らないってこともね、あると思いますけども、現在28名ぐらいの方でやってますんで、このぐらいがね、結構ちょうどいいなと、30名を超えるとさすがにね、サポートが手薄くなってしまうのかもしれませんので、もう完全に FX オリガルヒを卒業しましたよ。 うん、もう自分は自力でできますよって方が何人か抜けていかない限りはねあんまり増やすつもりはありませんけども当面ね、えー、このゴールデンウィークも来てるということなんで5月に向けて5月ですねそうですね、えー、2期生という言い方が適当じゃないかもしれませんけども FX オリガルヒ1周年を記念して若干名のね枠を作ってみようかなと思いますんでまたね、えー 連絡をお待ちいいいただければと思いますすはい、じゃあ今回は以上です長くなりまして大変申し訳ありません。皆さんのね、暮らしを支える FX、それを作っていく FX オリガルヒ、私に任せてください。それでは、お疲れ様です。